世界の皆さんこんにちは、光ニムです。でここはですね、地下鉄の麻布十番駅のところになりますね。麻布十番駅というとセーラームーンの地元になるわけですが、で今回はこの麻布十番の周辺を歩いてみたいと思います。それでここら辺りのマップになりますね。現在地はここです。で現在地はここで、ここをずーっと行って、でここをずーっと行って、ここをずーっと行くと、ここは仙台坂ですね。でここを行くと、ここら辺に麻布十番の氷川神社があるので、そこまで行きましょうということですね。でその前に不思議なものありますね。これカエルの石像なるものがあります。カエルの由来、昔ある時古川辺から燃え出した火事に、この辺り全てが無意に帰してしまった時、蒲池のほとり山崎門戸の助の屋敷のみ類似を免れたのは、池中にいた大ガエルが口から水を吹いて刺し物を猛火を吹き消したとの個人により、山崎家から万人に上野寺のお様、上野寺様のお守りが授けられますようにとあって、ここにカエルの石があります。でそれでここには十番稲荷と書いてありますね。ここに十番稲荷神社がありますので、お参りに行きたいと思います。揚げがお供えしてあります。春日はお稲荷様ですね、ということで、でここは十番稲荷神社でございました。で次は向こうの方に行って仙台坂の方に行きたいと思います。網ですね、網です。今現在は東京都の麻布十番駅を出発したところですね。で麻布十番というと、アニメ化もされた美少女戦士セーラームーンの地元の町ですね。言うなれば聖地ということで、セーラームーンの聖地を歩く動画を撮りましょうというのが今回の目的です。で、あそこまで行ったら右曲がってしばらく行くと仙台坂にぶつかるのか。で仙台坂のところに行ったら御茶道があって、で仙台坂の御茶道がセーラームーンの漫画のまんまだよということで、でその後はレイちゃんこと日野レイことセーラーマーズの家の氷川神社に行くという、そういう感じの流れになりますね。と
あ麻布十番なんかもう何年かぶりですよ来るのが。14、15年ぶりかな、それぐらいの感じですかね、おそらく。で、あそこに1の橋があって、で、1の橋、2の橋、3の橋、4の橋まであるということで、仙台坂のところに着くわけですかね、うん、大江戸線麻布十番駅ということで、でこの辺りのマップですね、現在地がここです。で大江戸線の麻布十番駅はここでした。で、ここをスタートして、ここまで来たわけですね。で、この次はずーっとこの道、この道は何通りだ？この道は麻布通りで、麻布通りをずーっと行くと、ここが仙台坂になります。仙台坂をずっと行くと五猿があって、五猿のところにレイちゃん家があるということで、とりあえず今回の動画の目的はレイちゃん家である氷川神社まで行く感じになりますか。今現在は東京の麻布十番のところを歩いていますね。なんだろう、不思議な彫刻がありますね。親子の像と五色彫刻があります。で、あれはなんかイルミネーションができるのかな、面白い彫刻があります。で、あそこは麻布通り、あそこに一の橋があるということで、で一の橋、二の橋、三の橋、四の橋とあるということで、四の橋は縁起が悪いですねということですね。麻布通りをずっと歩いて仙台坂まで行ってという感じですかね。で、仙台坂をずっと歩くと五猿があるので、仙台坂の五猿のところからしばらく行くと A ちゃん家の氷川神社があるので、氷川神社まで行く動画を撮ろうというのが今回の動画の目的ですね。今現在は東京都の麻布十番を歩いていますと。麻布十番整形外科ということで、まあこの辺り一帯がセーラームーンの漫画とかアニメに出てきたわけでしょうね。具体的にドルシンがどうなのかということまでは分かりませんが、とにかく麻布十番はセーラームーンの地元の町、いわば聖地ということになります。
現在地がここですね。で、ここをずっと行って、ここ二の橋があって、二の橋をずっと行って、ここが仙台坂になりますね。で、仙台坂をずっと行くと、ここに五猿があります。この仙台坂の五猿のところがセーラームーンの漫画に出てくるまんまということですね。で、ここをずっと行くと、ここに麻布氷川神社があって、この麻布氷川神社がレイちゃん家、レイちゃんこと人霊の家ということになっていました。とはいえ、セーラームーンの作中では氷川の火が氷ではなく火でしたからね。ファイヤーの、まあ氷と炎という、氷と火という、アイスとファイヤーという正反対の性格のものなのに、やっぱり人を呼んで氷川というものを言うのが面白い気もする、面白い気もしますが、あそこの方に護送車がありますね。で、向こうの方にあるのが二の橋で、で、あそこから仙台坂が始まるんでしょう。ということで、仙台坂にも行ったら仙台坂をずっと行って、五猿のところまで行ってという感じですね。で、五猿を曲がってすぐのところに、レイちゃん家ということで。で、ここがおそらく仙台坂ですね。で、ここをずっとまっすぐ行くと、五猿にぶつかって、五猿のところを右に曲がると、しばらく行って、麻布十番の氷川神社があって、麻布十番の氷川神社が、セーラームーンの設定では、セーラーマーズこと日の霊の実家ということになっていました。ずっと向こうの方まで赤信号が続いています。この光景はどっかで見たことありますね。ずっと奥の方まで赤信号が続いています。で、この光景はアニメファンだったらどっかで見たことがある光景だと思いますね。そう、シャフトのアニメによく出てくる光景です。やっぱこの辺りを意識して書いてるんですかね、シャフトのアニメでは。まあ特定の場所ということではないでしょうけれど、ともかく信号がずっと連なってるというのはシャフトによく出るモチーフですね。シャフトのアニメによく出てくるモチーフですね。あと首がグニンと曲がるフードとか、あと首チョンパとか。ほうほうほう、で、ここは仙台坂下になるのか。で、仙台坂というのは向こうからにあるのかな。あそこから上り坂になるので、あそこから仙台坂ですかね。逆光でよくわかりませんが、仙台坂と書いてあります。
仙台坂、坂の南部一帯が仙台藩伊達家の下屋敷であったところからその名に呼ぶことになったということで、伊達家の下屋敷があったからこの坂は仙台坂と呼ばれるようになったと、そういうことが書いてありました。でこの仙台坂をしばらく行くと、おまわりさんがいます。で仙台坂をしばらく行くと御茶道がありますね。で仙台坂の御茶道のところで人が行く愛媛になるという、あの建物は何でしょうか。なんか変な形しますね、にょーっと。あとで向こうはなんだ、大使館か。でこの辺り一帯はいろんな国の大使館がある場所でもありますね。この辺りにはどういうわけか知りませんが、いろんな国の大使館がありますね。ご苦労なことにまたおまわりさんがいたですね。それでと、今現在は東京都の麻布十番の仙台坂のところを歩いているわけですが、じきに仙台坂の御茶道になりますね。で御茶道を右に曲がったところの近くに仙台坂と書いてますね。ここが仙台坂の御茶道になります。おまわりさんが何かやってますね。でここが仙台坂の御茶道で、ここをしばらく行くと今回の動画の目的地があるわけでございますね。と、という間に、本当、あの不思議な形の建物は何でしょうね。まあ、タワーマンションなんでしょうが、面白いタワーマンションがありますね。と。と言ってる間にあそこが目的地の氷川神社ですね。でここはアルゼンチン大使館ということで、ここは東京都の麻布十番のところの麻布氷川神社のところになります。で麻布十番の氷川神社と聞いてピンとくる人はアニメファンかオタクですね。というのも
麻布十番というとアニメ化もされている美少女戦士セーラームーンの地元の言えば聖地で、さらに氷川神社はセーラー戦士の一人であるセーラーマーズこと日の霊の実家のモデルとされている神社になりますからね。ここで巫女をやっていた日の霊がセーラーマーズに変身してバーニングマンダラーとかやってカセリ変わって折檻しちゃうわけですね。まあ正式には氷の川と書く方の氷川ですが、セーラームーンの方では火の川の氷川神社となりますが、でここに絵馬が奉納されていますが、三日月の衣装の絵馬が下がっています。でこれはセーラームーンつながりですね。でここにはウサギちゃんとチビウサがいますね。セーラームーンの、でここにはセーラー戦士が5人揃っていて、とここにもチビウサとセーラー戦士5人組が揃っているという絵馬があります。ということでここはセーラームーンにゆかりのある氷川神社ということになります。ということでここは東京都の麻布十番である氷川神社でセーラームーンのセーラーマーズこと日の霊の実家のモデルとされた氷川神社ということでしたと。